紳士淑女の皆様こんにちは。マダムスチーム上級夫人です。上級亭のナイトルーティーン副音声は私上級夫人がお送りします。上級夫人がベッドメイキングを開始しました。アメリカでは朝起きたらすぐにベッドを整えるよう子供の頃にしつけられますが、高温多湿の日本で同じようにしてしまうと布団の湿気が取れません。そこで天気の良い日は布団を干して、曇りや雨の日は夕方にベッドメイクしています。 Okay, do you want to go for a walk? Walk! Alright, come, come! コンピューター、散歩に行ってきます。いらっしゃいませ、マダム。まもなく夜の清掃を開始いたします。どうぞお気をつけて。愛犬のシュガーとソルトと一緒に散歩に出かけます。ちなみに茶色と白のまだらがシュガー、メスです。薄い茶色と白のまだらがソルト、オスです。シュガーはもう12歳で、人間でいうと70歳のおばあちゃんです。足の手術もしているし、もう年なのでお散歩はちょっと苦手です。でも人間と同じように足腰が弱ると筋力、体力も弱ってしまうので、トレーニングとして散歩に連れ出しています。私も公園の鉄棒で斜め懸垂をしてますね。人間でいうと30代のソルトもシュガーの歩みに合わせてゆっくり歩いてくれています。家に帰ってきました。除菌シートで足を拭いています。本当は足をちゃんと洗いたいんですが、犬の足洗い場がないんですね。次に蒸気艇を改築するときには玄関に作りたいと思います。人間も外から帰ったらうがい手洗いをします。犬たちのご飯を作ります。少し体重が増えてしまったので、シュガーとソルトも私と同じくダイエット中です。ちゃんとドッグフードの量を測って入れてますよ。 No. Sit. Wait. Okay. シュガーとソルトがご飯を食べ終わったらすぐに洗剤をスプレー。そして今度は人間用のご飯作りです。毎日ほぼ365日私は冷凍のお弁当を食べています。温まるまでの時間はテラリウムや水槽のお手入れです。プラスチックの容器では味気ないので器に移し替えています。なぜ私が冷凍のお弁当を食べているのかというと3つ理由があります。1つは旦那様が仕事の関係で平日一緒にご飯を食べられないからです。1人分の夕食を自炊するのは経済的ではありませんし、時間もありません。2つ目の理由はプロの栄養士が考えて作られたとても栄養価の高い食品であり、清潔な工場で作られた安全な食品だからです。3つ目の理由はカロリー計算が非常に楽だからです。特にボディービルやボディメイクをしている人にとっては栄養素がグラム単位で表示されているのはありがたいんですよね。いつも YouTube を見ながらご飯を食べています。私は筋肉系 YouTube チャンネルをたくさん登録してるんですね。私が尊敬してやまない山本義則先生の筋トレ大学でトレーニングや栄養学について勉強しています。他のおすすめチャンネルはショーフィットネスさん、サイヤマングレートさん、コアラコアラシさん、ハガセブンさん、筋肉あるあるさんです。はい、ご飯を食べ終わりました。シンクで洗剤をスプレーしておいて、夜にまとめて食洗機で洗うことにしています。コンピューター書斎モードをつけて。はい。ブログにいただいたメールやツイッターのリプライに返信をします。メールの返信とツイートはなるべくまとめてするようにしています。2回目の散歩です。今度はソルトと一緒に1時間ほどウォーキングをします。シュガーとソルトはウィペットという犬種です。実はウィペットは世界最速の犬で時速55キロで走ることができます。犬界のトップスプリンターなんですよ。ドッグレース用に品種改良されてきた歴史があるんです。Wait. Okay.
こんな風に歩きながらしつけもします。信号待ちの時はお座りで待ちます。はい、名古屋城ですね。おばあちゃんのシュガーに合わせた散歩だとソルトはちょっと物足りないので2度目の散歩をしているというのもあるんですが、私にとっても有酸素運動になりますし、美しい名古屋城の四季を感じられてストレス解消になるんですね。こちらは名古屋城入り口横の金シャチ横丁です。2018年にオープンしました。美味しい名古屋料理のお店が江戸時代の城下町のように並んでいます。この時間はもうお店は閉まっていますが、ライトアップされていて綺麗ですね。名古屋城二の丸、大手二の門です。名古屋城の二の丸御殿への正門にあたります。門を抜けると石垣が見えます。名古屋城の石垣は豊臣方の大名たちによって築かれました。一方その頃、蒸気艇ではコンピューターカイザー4がお風呂を沸かしてサウナを起動させました。寝室もほの暗い明かりを点灯させました。暖かく柔らかな明かりで癒しのベッドルームを演出します。そしてこの後も名城公園をソルトと一緒にぐるっと一周して散歩を楽しみます。帰宅しました。2匹ともたっぷり運動したのでベッドでくつろいでますね。英語の学習を開始します。コンピューター主催のライトをつけて。はい。学生の時は毎日15時間以上勉強していましたが、今は忙しいのであまり勉強の時間が取れません。でも身につけた英語を忘れてしまわないように毎日の勉強は欠かせないんですね。こちらは10年以上使っている暗記というソフトウェアです。私が知る限り最強の記憶ツールです。科学的な忘却曲線の理論に従ってカードを自動的に出題してくれる、まあつまり単語カードや単語帳のデジタル版です。私は2万枚以上のカードを作っています。ネットの辞書ソフトのデータをプログラムで表計算ソフトに流し込んで作りました。ソフトウェアがカードを私の記憶の深さで自動的に仕分けして、一定時間が経過すると出題してくれるんです。英語の音声で答えを読み上げてくれますし、画像や映像を添付できるので覚えやすいんですよね。英語だけでなく、どんなものでもカード化して暗記することができます。これは300種類の犬種を覚えるためのカードです。他にも100人以上も冒頭の3文字くらいで札が取れるように暗記しています。おすすめの英会話学習法は、好きな映画やドラマのセリフを丸ごと覚えることです。私は大好きなアメリカのアニメザ・シンプソンズを選びました。シーズン1からシーズン15までの回から5000個のセリフを抜き出して画像と一緒にカード化しました。これを毎日50カードほどめくって記憶を強化しています。音声データを貼り付けることもできますが、コンピューターに英語で読み上げさせています。だいたい5000くらいフレーズが頭に入っていれば、英語をペラペラと喋ることができるんじゃないかなと思います。次はリスニングです。私の英語はアメリカ英語なので、イギリスや他の英語圏の国の英語の聞き取りがちょっと苦手なんですね。なので、YouTube で BBC ニュースの中から興味を惹かれるものを視聴しています。日本のニュースはかなり偏っていますし、低俗なバラエティニュースが多くて、世界の重大事件を報道しません。だからできるだけ英語のニュースを見るのがおすすめです。英語の勉強の後は日記をつけます。これは自分手帳というスケジュール管理ノートです。
かゆいところに手が届くような素晴らしい手帳なんですよ。縦型の時間軸が印刷されているので、何時に何をしたか毎日記録をつけています。そして蛍光ペンで色分けをしています。例えばトレーニングはオレンジ、ブログの執筆は青、動画編集は紫、工作や手芸は黄色のように塗っています。こうすることで自分が何に時間を使ったのか後からビジュアル的に把握しやすいですし、無駄な時間を使ってしまったことを反省改善できるんです。睡眠時間が不足していることも客観的データとしてわかるので体調管理にもいいですね。あとは税金対策になります。ネットの収入を得るためにこのぐらい時間をかけましたと税理士さんに報告できますね。コンピューター書斎のライト消して。はい、おやすみ。おやすみなさいませ、マダム。どうぞ寝室でごゆっくりおくつろぎください。おやすみというとカイザー4が自動的にエアコン、照明器具をオフにします。ライトを私がちょうどリビングを出るときに消灯するようにプログラムしてあります。一日の終わりは入浴で締めます。髪や体を洗うのは朝の筋トレの後に行っていますが、この入浴には2つの目的があります。1つは体を温めて筋肉の疲労を回復させるためです。私は分割法というメソッドで筋肉をパーツごとにローテーションで鍛えています。だから毎日どこかしらが筋肉痛になってるんですね。お風呂で筋肉を温めると回復が早くなります。もう一つの目的は瞑想です。瞑想をして雑念を消す習慣を身につけると心を健全に保つことができます。またダイビングのためでもあります。これはスマートウォッチ Fitbit 4で計測した私の瞑想時の心拍数の変化です。瞑想を続けるとこのように意志の力で心臓の鼓動を遅くできるようになります。瞑想の時のような落ち着いた心で潜ると脳が酸素をあまり消費しないので水中に長くとどまることができるんですね。お風呂から上がって寝巻きに着替えます。欧米のベッドはクッションや枕がたくさん乗ってますね。あれは飾りなんですよ。日本では寝室を他人に見せることは普通ありませんが、特にアメリカだと友達やお客様が寝室に入ることは結構あります。だから綺麗に飾り立てる習慣があるんですが、寝るときはいらないクッションは片付けていますよ。ようやく忙しい一日が終わりました。上級人はかなり眠そうですね。コンピューター、もう寝るね。かしこまりました、マダム。どうぞ良い眠りを。おやすみ。以上、上期帝上級夫人のナイトルーティンでした。